はいどうもモカカです、えー、っと今回はですねドバイワールドカップデイの、えーの3つのレースのうちこの動画ではドバイワールドカップについて、えー、予想していきたいと思います。でまず最初に、えー、先週ね、えー、3連休の重傷4つ。 ね、皆さんお疲れ様でしたじゃあもうほんますませんほんますませんほんますません,ほんま,ませんほんますませんって感じなんですけどスプリングステークスファルコンステークスもね僕の考えがねあの偏りすぎて、えー、外しちゃいましたで、えー、まあなんとか阪神大笑点と、えー、その後、ね、あのその反省を生かして、えー、フラワーカップ取れましたねしかもね15点の中で一番 人気ユスが来ましたからね。ね、印したところ、ね、あの、まあ、気になる方はまた動画見返してみてくださいね。なんであの馬にね、印できるのっていうのもね、うん。まあ、意外と絞れたんでね、えー、まあ、僕の腕はまだ鈍ってなかった。ということで、ちょっとね、自分の好きな馬をね、行き過ぎたら僕ね、途中る傾向があるので。 えー、その辺はフラットにフラットに考えるように、あのー、僕もあの付箋でもうパソコンにバーン貼りましたもんフラットに考えろってね、あのー、あんまりちょっと、ねあのー、好きな馬から行き過ぎたらダメだということでね、えー、ちょっと冷静になって考えていきたいと思いますで、えー、ドバイワールドカップは、えー、っと26日の朝、ね、深夜 25日の深夜って言った方がいいのかな、これ。1時45分ですか最終レースですね。で、名、えー、メイダン競馬場は左回りで、えー、このレースに関しては、えー、ダートの、えー、なんぼですかね、2000。で、<laughs> えーっとですね、僕実はドバイ行ったことがあって、これ、天皇賞、ごめんなさい、阪神大商店の予想動画でも、えー、言ってるんですけども、 あのー、昔にあのビクトワル・ピサが買った年ですね、2011年、震、う、災、んね、の年なんですけども、夏に、あの関空からトルコに行ったときに、えー、トルコ航空普通ならね、直ョで使うところを、まあ、僕はそれより格上の,あのエミレス航空ですね。 を使ってだエミュレーツは一旦ドバイで乗り換えてのトルコなんで、一回ドバイまでまあ中国の上側に乗ってね、行って、大体9時間ぐらいやったかな、かかって、で、トランジェッター乗り換えで、一旦そこで4、5時間、もっと待ったかな、空港で。 まあ、ぼーっといろいろふらふらその辺ね、見学しながら、あのー、ショーウィンドウに金細工の門とかね、めちゃくちゃ、うおー、ドバイだなーって <laughs>、めっちゃ感じたんですけど、とかあって、で、まあ、そっから、4時間ぐらいかけてトルコに行ったんですけども、で、ドバイね、あの飛行機降りて、その飛行機から空港のメインのところに、あの、バスで、ね、僕行って ついたら深夜やったんで、バスが、みたいなのあったんですけどね、やっぱ降りたら暑いです。ただ、日本の、あの、なんていうんですかね、蒸し暑さとはまた違った、えー。カラッとしてるんやけど暑い。えっ、ー、ていうと、そういったところはね、その今回競走馬ね、えー、特に海外から来た競走馬にどういった影響を与えるのか。で、馬って、ね、 九州さんもいますけども基本ね北海道産が多いじゃないですか日本で考えたらやっぱ涼しいところをもっと拠点とした生き物なんで、まあ、そういったところもね、えー、考えつつ予想していかないといけないのかなですからそのドバイの馬アメリカの馬っていうのは、えー、結構血のりを生かして 強かったりまあ血の量いかなのはドバイなんですけども、うん、結構アメリカの馬も強いのでねこのレースそのあたりねえー、っと歴代優勝馬を見たらね分かるんですけどもちょっと見たら結構有名な馬ねちょっと競馬詳しいって人みんな知ってるシングスピールシルバーチャームとかねドバイミレニアムキャプティンスティーブとかねムーンバラットとかねうんローズインメイとかね インバソールもそういうの知ってるね。カーリアンとかね、ビクトアルピサね。我らがビクトアルピサねこのレースなんで変われへんかったんやな <laughs> ってね。JRA もっと早くにやっとってよって僕、ビクトアルピサ本命ですからね、このレース。うん。あとは。カリフォルニアクロームね。去年買ったね。これもね、結構いい馬ですよね。 って感じでまあ、国旗見たらもう分かると思うんですけど、まあ、アメリカの馬と UAE の馬ですねえー、アラブ首長国連邦の馬が中心でジョッキは昔はねもうデッドオリーの独壇場でまあ最近はえー、まあいろんな有力ジョッキーねまあ23着トーン見たらねあのジョッキーの経過も見えてくると思うんでまたそれを見て、えー くださいで、えー、っと、で、海外競馬見てたら、えー、ちょっとね、話、いろいろ話し,したいことあるんですけども、オールウェザーとかってね、ダートでも芝でもなくて、オールウェザーってあるじゃないですか。オールウェザーって、ねまあ、人工馬場です、あのー。野球で言ったら人工芝やけども、人工芝って結構足に割るじゃないですか。それとは真逆で、オールウェザーは、馬の足を、 いたわったそれを目的としたババ状態であると、うん、いうことでまあ、あのね ーールウェザーにもいろんな種類ありますあの気になる方はネットで調べてもらったらいいと思うんですけども僕も調べましたで。いろんな種類があって、えー、人工で作ったもんですから前言ったら化学物質というかね、えー、っていったものが入ってるんですけど例えば、えー、電線の切れ端とか電線の切れ端危ないやないかって思うかもしれないけどその,その被膜って言ってね外が。 とかこれもね、短く切ってあったらいいんやけど、長かったら逆に足痛めたりとかね、したりするんで、あのこれもよし悪しがあるんですけども、で、このメイダン競馬場も実は2014年、15年度ね、あのオールウェザーにしたんですよ。ところがね、それをきっかけにね、アメリカ勢のね、あの出走回避がね、相次いで、まあ、これメイダン競馬場の賢いところですぐ取りやめたんですね。あ、これあかんと。ね。 まあ言うたらレースの過去落ちますからね。有力どころが回避するってことは。まあ、この点ね、保守的な日本と違ってね、あのー、やっぱり、ね、日本やったらまあ重い腰上げてやっと5年、6年、10年ぐらいかかるでしょ、こんな。パッと。ころはメイダももう2年でパスパッとやるよね。<laughs> こういうところを日本見ながらなあかんなっていうのはね、あるんですけどね。 j r a 聞いてるかって感じです <laughs> え、ね。僕はもう最近のね、あの膠着のないね、あの浜中のね、あの車高とか、あんな膠着やろっていうやつとかね、もう気に食わんですけどね、ほんとにもう。もっと買ってる側のことを考えろよってね、思うんですけど、まあここで愚痴言ってもゃらないんで。えー、っと、うーんとですね。 いうところで、まあ、あのポリットラックとかみんな知ってると思うんですよ。見本でね、あの導入されたね。あれで見本成績一気に上がったんですけど、ね、それまで立冬の独断上やったんですけどね。うんポリットラック効果がね。あれももう結構経つな。導入されてから。うんまあ、こ馬の故障減ったんですよね。単純に。まあ、横不良の数も激減しますから。 うんね、うポリットラックもねあの今どん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 発展しててニューポリットラックとかポリットラックエリートとかねこれあのポリットラックっての会社の名前なんですよ、うん、でも他にもねいろんなね、あのー、こうファイバー繊維であったりとかあるんですけどねこれも調べ出したらもう面白いですよあの、まあ、ネットであのポリットラックとかねあのオールウェザーっていうね、あのー、ググってみてください あのまあこれを機にねあのそういうこともちょっと詳しく、えー、なってみてはいかがでしょうかっていうことでねうんそうなんですよねでえーまあ、話は元に戻しましてじゃあ今回どの馬狙い目なのっていうところでえー、出馬票の方を見ていきましょうかで ねえー、一頭一頭解説していけばいいんですけどもめっちゃ時間かかると思うんでもう僕の予想をできれば信じていただければなと思います特にこのドバイワールドカップに関してははいということで、えー、このモカボッカが押す本命場はまあ決まってましたねじゃじゃんじゃじゃんじゃじゃんということでアローゲートこれ間違いないでしょう はい、プチ情報としてスミスジョッキー思ってたより恒例でした難 <laughs> 関、えー、の的場ジョッキーとかね <laughs>、あのーまあ、僕らからしたら岡部ジョッキーとかアンカスジョッキーとかあんなイメージです阪神の選手で言ったら福留康介糸井とかあなたがいるかなもうそれより上かなレジェンドマサさんぐらいかな <laughs> 野球で言えばね あもう結構年。やけど、腕は立つ。うん、ジョッキーです。で、えー、っと、4歳で前走ね、もうこのね、あの、もう海外詳しい人はね、あの当然、この馬からでしょうって思うんですけどね、うんあの、めちゃ強いです。まだレース見てください。あのまだ見てない方はね。えー、まあ、とにかく強いです。 成績もこれね3走前しか載ってないですけどね、まあ、他のねネット競馬のサイトとかね、あのー、他にもねサイトいろいろあるんで調べてみてもらったら、まあ、成績ね馬柱もめちゃくちゃいいです、まあ、これしかないやろとね、まあ、不安な人は3連服で行くとかねあのー、ア,ロゲーアロゲートの2着流しを抑えとくとかね馬た2着流しを抑えとくとかい、ね、い まあ僕はもうこれ頭でいいと思います。はい。ね。血糖もまあまあ。ね。いいので,で。足毛ですよね。で、イメージとしてはもう,こうフラワーカップと同じです。これが頭に来て2、3着はなんとか荒れてくれたらなって。あの、硬い可能性もありますけどね。 そう,うまくはいかないんですけども、硬い可能性もありますけども、ただ、注意海外競馬注意しなくちゃいけないのは、これム本がね、JRA なんで、ね、あのー、向こうと大塚ありますからねあの、日本人が決める日本人の人気なんで、結構狙い目あるんでね、あのー、そのあたりをね、 日本人どうしても日本の馬にねマカヘキ2番人間だっっけね1番人間やったかなにするぐらいのねあの見る目のなさですから <laughs>、えーまあ、それを逆手にとって美味しい思いをね是非この動画を見てる人をねしましょうよ。<laughs> ね,ねにわかが作ってくれるねあの美味しいオッズで丸儲けを是非していければなと企んでいます。 グヒヒヒヒって感じ。えー、ということで、対抗を何するのってことね。対抗は、じゃんじゃじゃんじゃん。13番、スペシャルファイターってことで、ね、この馬ね、割っているならここでこの馬かなって思っています。6歳で、えっ、ー、とね、なかなか取りこぼしが多いというかね、 G1 ね、3走前、メイダ団に変わってますけどねで。去年の4着馬です。で、まあ他の馬を見ると、これが1枚上なんじゃないかなーっていうのは思っています。で、血統で、この父親のテオフィロっていうのが、えー、ガリレオ3区で、 ガリオス・タンクっていうことはサルラーズ・ウェイズ系ですから、ノーザンダンサーですよね。で、あのー、ノーザンダンサー入ってます。母親の方に入れてたかな、ガリデオの。で、えー、このスペシャルファイターの母父、マキャベリアン、えー、これノーザンダンサー系です。で、このね、ドバイワールドカップの決闘として、あのー、よく来る馬の決闘としては、AP インディー、 ミス,ミスター・プロスペクター、ミス・プロ、えーで、ノーザンダンサー、でヘール・トゥー・リーズンっていうふうになるので、順番的にね、まあ、ノーザンダンサーは十分に変えると思います、ノーザンダンサー系をね。<laughs> っていうところ、この調教師、実は女調教師なんですよね。これ、豆知識なんですよね。うん、もともとはね、あの男の調教師やったのはね、なんか不祥事か何かがあってね、変わった だからんかやったかかんやと思いますちょっとうろ覚えなんですけどね。はい。ということで次いきましょうか。この馬。じゃあじゃんってことで。えー、っと。この馬です。11番。ネオリスク。 で、えー調教師、プレッシャー、プレッシャーじゃない、プレッシャーいやプレッチャープレッチャー調教師、いいです、この調教師。あの、他のレースにもね、多分出走させてたんちゃうかな。うん。あのー、まあ、あイメージとしてはもうね、矢作調教師とかね、あのー、藤沢調教師とかね、隅井調教師とかね、堀調教師とか、音橋調教師とか、あの辺ありイメージしてもらったらいいと思うんです。明白楽です。で、えーと、このね、 前奏のね、ペガサスワールドカップでしたっけ。ね、アロゲートの3着で、アロゲート2着のね、このシャーマンゴースト来ないんですよね。これ来ないんで、ね、普通ならネオリスティック、この辺でいいんじゃないかと思うんですよね、あの、アロゲートから離されすぎですの、レース見てもらったら分かるけどね。だから,だから僕はスペシャルファイター終わって入ってくるんじゃないかなと、個人的に思っています。 でもう一とね、あのー、日本はね、ここに入る余地もあるんじゃないかなと思うんで、正直直直前になったら、このネオリスク、評価下げるかもしれません。ってぐらいの、だから3番手4番手、僕の中ではね、の馬です。はい。ね、2着馬が来てたらね、2着馬にでね、簡単やったんですけどね。っていうのも、これ前々走,走条件線とかね、えー、その前 G3 で2着とかね、 っていうぐらいの馬で G1 ね、で3着で勝てて出ないんで、こ,この G1 もショートオースだったんでね、十分につけ込む余地はね、この辺りから日本馬にはね、つけ込む余地はあると思います。っていうことで4番手は、じゃあじゃん、この馬です。行き過ぎた。最内ルメールのアポロケンタッキー。ね、これ、ねえ。東京大賞典僕取りましたよ。 であの内パクねあの音崎と竹が人気してるけどいや内パクでしょうってね別にジョッキー返したわけじゃないんですけどね「<laughs> おいで内パクかまんでどうするの?」って感じでねもうこれ青竜と軸2頭でね簡単やったんですけどね <laughs> ええー、まあまさかちょっとね勝つとはねえー、まあ勝つ、ね、3連単もこう出たんですけどもっと熱く言っときゃよかったなってねうんで、えー、まあ普通いつも思いますよね。 そんなもんで,すけどでえー、っとまあ内パクでもよかったんちゃうのって思うんですけど、まあ、ルメールならいいでしょうあのー、ねデムーロとルメールでルメールの方が手堅いでしょうあのー、デムーロはこの間あの連勝ときで言いましたけど重賞何連勝ってするね、あのー、大舞台めちゃ強いジョッキーですよね。 に対しルメールは1日で7勝とか8勝とか、ね、する、固め打ちする、ねえー、ジョッキーで、まあ、デムールも、ね、あの固め打ちするときあるんですけども、ルメールはあんま重傷大連勝しないですよね。その代わり、1日で、だから午前中までルメールね、あのー、3着以内に2、3回泣き取ったら、まあ、今日ルメールの日やなーでいいと思います、もうそれぐらい、ね。ら僕はいつも昼から、ね、あのレースするんですけど、昼間ではもうけんして、ね あのー、今日のジョッキーの傾向とかね、あのー、タ,イムのタイムとかね逃げなんか刺しなんかとかねその辺りを見ながらねもう絶対に昼から勝負なんですけどねもう下手したら特別しか勝負しない時もありますしねメインだけの時もありますしね,ねみんなが作ってくれる系、ねあのー、金払って作ってるくれる傾向を見てその日の、ね、美味しいとこをいただくという。 形ででね、あのをやってるんであ、まあ、言ったら、デイトレで、ね、あの言ったら、ね、あのデイトレってね株ね、株のデイトレで言ったら美味しいところだけスパッとねあの、10時前とかね、動くときね、あの何回も指標を発表されたときにバサッとあんなイメージです。<laughs> で、次に、の前にね、この海外のジョッキーね、あの今回お機にね、皆さん、 見てくださいね、あのー、いろんなレースのね海外レースのこの例えば前,前哨戦のね、あのー、何でしたっけペガサスワールドカップとかねあと今までのねこのドバイワールドカップのレースとかみたいなねやっぱ海外のジョッキーはすごいっていう何がすごいってやっぱ位置取りがうまい日本のジョッキーはそこがね,ね中にはいますよいますけども 日本のジョッキーはもう折り合いばっかり気にしてね、頭持ちだからね、もうベテラン組はね、もう自分のスタイル貫き通すでしょうから、若手頑張ってほしい。特に僕が期待してるのは坂井流星ね、あの、矢作調教師がね、目をかけてる、海外にもね、あの、スプリングステークスでね、 あの買った松岡もね海外行っていうからねあのだいぶ変わりましたけどね、あのー、んスプリングステークスミスったなーって感じでまあそれはいいですし <laughs> えーっとそうそうそう若手ジョッキーね、まあ他にもいろいろ期待してるジョッキーをまたいろいろ動画の中で話していこうと思うんですけどねまずは酒井隆の注目してください皆さんね結構買ってますからね藤田な菜子と同期やったかなうん であの中ので確か正式に2番目やったかなうんうまく売ってきますよ酒井隆成はもうねあの頭固いベテラン勢はねもうしゃあないんで、ね、せっかくデムール・ルメールやね他にもねムーアや趣味のを着てんのにね娘よって思うのよね何見とんねんどこ見とんねんって思うのよねねえ 例えば福永とかね、あのシュバルグランの乗り方でも、シュバルグランの合ってないね、福永にね。うん。福永は決して僕嫌いじゃないんですけどね。あの例えば今回のカフジテイクとかもねあの、合ってますから。で、海外強いですね。エイシンプレストンとかね、えー、もう1個ジャスタウェイでしたっけとか、<laughs> ねあの、買ってますから。ただ僕は福永に期待してるから、余計に苦言を呈すね。あの あのシュバルグーンの乗り方、ね、アリマの乗り方、3着来れるやよってね,ね、落ち目の何でしたっけ、3着のね、あの馬と去年の、去年おととしのグランプリホースと他のあれがね、ムーアやったら3着来てたよね、はっきり言って、上にと硬くてもね、うんって感じですよね。で えーと海外ジョッキーもねいろいろ皆さんまた調べてもらったり僕も結構調べたんですけどもねえー、っとで話があ,あっちこっち行っちゃうのでどこまで行きましたっけアポロケンタッキーがい話しましたよねアポロケンタッキーの次に僕がこのモーカモカがおすじゃは11番ネオリスイック これ話したっけペガサス3着これ話したかな話したよねはい次の馬えーどこや ?12 番ポッパチュニティやったかなポッパーチュニティホッパーチュニティかアイポッパーをやるねアイホッパーチュニティえーっと 6歳で、まあ、ちょっとね、高齢ってほどでもないんやけども、ちょっとピーク過ぎてるかもしれない。で、G22 着とか、あ、G2 勝って G14 着とかね、ブリザーズカップクラシックも4着とかね、うん、そこそこ力あると思うんですよ、この馬。ただ、いかんせんね、実王者の可能性があるんでね、2軍の帝王感が否めないので、 うんちょっと評価これぐらいかなと。で、調教師見てください。実は9番のアロゲートと同じです。ってこのね、同じビーバファーと調教師二等軸で買うのもありかなと。こっちね、ホッパーチェンジに2、3着で流した方ね。っていうのも1個も手かなと思います。はい、えーで、<laughs> 次に押したい馬は大外、南アフリカのムブタヒージ、スミヨン。スミヨンうまいです。ちょっとラフが、ラフプレイがあるけど。スミヨンは、はい、えー、デコク調教師も結構ね、聞く調教師ですよね。 で、えー、5歳で、見てもらったらね、分かると思うんですけど、5歳が強いです。あの昔4歳が強かったんですかね、ゴのレース。近年ね、5歳が強いです。から狙い目です。結局ドバイ、ドバイミレニアムの子供やったね、確かえ。ミスプロ系です。から狙っていきましょう。はい、で前走、えー、メイダンで2着。ただこれ、G1 でもな何,何でもないですから、注意。で、全、え、々、ー、走、 メイダンで全然そうやな全然前奏かなんか全然前,前世みたいな <laughs> そうかそういう話が <laughs> そう全然前奏 <laughs> ちょっと今ひらめいてしまったなはいまあ3奏前ですねえー、G12 着ですうーん ということでまあこれも狙っていい馬じゃないかなはいでその次ぐらいかなアオーディーを入れてもいいかなただこの馬もうピーク過ぎてましたねうんあのー、コパン・リッキーがもうすでに終わった感あるのと一緒でアオーディーも今下り坂ですはっきり言って僕の中ではね 思い出補正でまだね、あのー、多分買い続ける人いると思うんですけどね見限りはしないけどなかなかあの地方住所でメンツが揃わなければ勝ちますそんな馬ですここではちょっと厳しいですだからそれよりかはルメールのアポロケンタッキーを僕は推したい5歳ですしねはい で、えー、っと、他の日本馬ゴールドドリームラニーはきついです、はっきり言って。ね、ジョッキーはもうレイラにムーアといいですけどね。ね、ジョッキーが走るわけじゃないんで、ジョッキーが乗ってるだけなんで。で、ラニーもね、まあまあ、あの21世枠です、甲子園ね、選抜で言ったら。ね、あのー、温情措置で来てるようなもんなんで、ここでは厳しいでしょここはもうバッサリ切ります。 でもう1頭買うならっていうか、まあ、今僕買うと思うんですけど2番このロングリバー7歳が気になりますがケット AP インディーで、えー、前走 G1 名団で買ってます前々奏が名団 G2 で8着です意味わからないごめんなさい G1 買ってるけども <laughs> G2 負けてるっていうねそれその前前,前走 実ス2着とかねもうこうあの、バルザローナと一緒で波があります。僕、バルザローナ大っ嫌いです。あの、生意気です。あの、馬に優しくないです。ね、あの、デムーロン飛行機ポーズとかね、あれ、ゴールバン突っ切ってからやったりするんバルザローナ突っ切る前からね、余裕、シャクシャクポーズするんでね、うこういうタイプ大っ嫌いですけども、腕はうまい。あの、腕はいいです。から、この、ね、靴は構わなあかんけども、日本来たらね、 バルザローナと松田がな喧嘩しちゃったんかなネットでまた調べてみてください。バルザローナ、年下のバルザローナに同活されてったんですね。松田がね。はっ、松田ー <laughs> って思ったけどね。バルザローナはね、うん、この悪、こういう悪態つくやつ大嫌いですね。本当に。あの、暴走族をね、一人で自尊、事故を起こして、ね、後悔しろみたいな感じでね、こういう調子乗ったやつはね、いずれどこか痛い目合いますからね。まあ見といてくださいよ、こ今後ね。 世の中そういうもんですから。ただ、馬券当てるためには、買わなあかんジョッキーですあの。腕はもうピカイチです。持ってます。持ってはいますけども、嫌われもんです。ヒール役です。はい。えー、って感じで、まあ以上の何と言うな、1、2、3、4、5、6、7、8とぐらい。8とも言ったかな ?7 とぐらいかな。僕、もしかしたら青でいけるかもしれません。あの、絞るために。 か、軸、あのー、絞って、アロゲートとスペシャルファイターから流すとか、アロゲートと、えー、と、ネオリスックとかアポリケン、アポロケンタッキー、軸2頭で流すとかっていった形にすると思います、おそらく。で、えー、ワイド買うなら、このロングリバーとかね、えー、アポロケンタッキーとかからとか、あと、外のムグタヒージーとか。 まあ、スペシャルファイターとか、えー、今言ったあたりのね、例えば4等ボックスワイドとかで面白いと思います。そこにガツンと行くのもね。ただね、空席が2つしかないんでね、まあ、アロゲートがね、あの、なんていうんですか、複勝を外す、複勝圏内外すことはまあ、ないと思うんで、そこでワイド買うのもね、絞っていかなあかんよね、とかっていうけどね、感じなんで、まあ、3連服3連単で行くのが、 ね、いいんじゃないかなと今回はまあ7頭ぐらいしかねあ全部ででまあね軸1頭の相手6頭2着流し2着流しないちゃうじあのフラワーカップの時と一緒でねいいと思いますいった感じで、えー、僕の一応見解は終わりますね頑張って取りましょう、ね、みんなで取ってドバイ行こうぜ